速連射でーす。いい感じに撃てています。プリミティアープレイヤーエールです。今回はヘビーマシンガンを作ってみようと思います。以前にも作りましたが、点火方法を工夫して、大量の弾を高速で連射したいのでーす。うまくできたなー。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは、ロケットエンジンの点火による、素早い連射ができるように、工夫していきます。火薬の後ろにつけた草に点火させる方式を試しましょう。この方式なら、連射速度の向上と、部品点数を少なくする効果があります。ディスクランチャーの時は、結局採用しませんでしたが、マシンガンであれば、なんとかなりそうです。この弾を効率よく並べて発射するために、こちらの、プラスチックの棒で作った網状の部品を使います。こちらに長い棒をつけて、物体スナップ機能で、細い棒を内部にめり込ませて、部品数を節約しようとしましたが、この方法だと、めり込むことはなく、中途半端な角度で、固まってしまいました。シミュレーション距離を使った、重ねる技もありますが、それだと何度も調整するのが大変なので、地道に組み合わせる方法で作り直していきましょう。とりあえず、9発分の弾を組み合わせたものを、ロケットエンジンの噴射口の下につけたら、噴射の炎で火をつけると、一発だけ点火しませんね。そこで、もう一度弾のセットを作り直して、水に沈めてみると、なるほど。火薬が溶けて、三つの弾の草のかけらが、くっついたままになっています。こういう余計な接着が、うまく発射できない原因になるので、くっつけ直しをして、余計なところがくっつかないようにしましょう。こちらに点火すると、誘導していますが、8発の弾を2回に分けて、発射することができました。弾の方向を90度傾けることで、4発ずつ点火して、3回に分けて発射できましたが、4発がほぼ同時発射なので、連射している感じがありません。ここで、横方向は3つにして、縦方向の隙間をもう少し開けることで、3発ずつ分割して、発射できるようにしました。これなら、ちゃんと連射しているように、見えるんじゃないでしょうか。この3つの弾を、全部で13セット組み合わせることで、39発の弾を、連射できるようにしましょう。最小限のパーツで作ったので、思ったより軽量です。もちろん、ちゃんと発射できるか確認するために、水につけて、鉄の音と草がバラバラになるか、見ておきましょう。すべての弾が問題なく、ばらけてくれています。問題なさそうなので、早速ロケットエンジンにセットして、発射してみると、ちゃんと少しずつ、発射できています。でも、なぜか途中で、バッテリーが離れているのに、噴射し続けてしまいました。たまにあるバグみたいです。ついでに、飛んでいった弾を、カメラだけで追いかけてみると、かなりまとまって止まっていました。刃の方向がバラバラなので、意外と回転しているみたいです。気を取り直して、一番下の草を外した後、もう一度点火してみると、今度は噴射し続けることなく、小刻みに連射することができています。でも、なぜか一番下の両サイドの弾だけ、点火できませんでした。どうやら、
噴射の炎が届く距離には、中央と端で差があるみたいです。そこで、両端の草に、縦方向にした草を追加することで、噴射口までの距離を少しだけ短くしてみましょう。こちらを試してみると、すべての玉に引火してくれました。そして、もう一度点火すると、また噴射しつけるバグが発生しました。電力を節約できるので、どうかしましょう。ちなみに、玉の後ろには物がないので、反応はかなり少ないです。これなら、ちゃんとグリップをつけて発射すれば、安定してくれそうです。早速ベアリングを使った、本体と別パーツ扱いになる、グリップをつけましょう。この時、玉がある側に、ベアリングのガーリー部分が来るようにしないと、暴発してしまいます。最後に照準器をつければ、よし、とりあえずできたので、手に持って発射しましょう。結構安定して、撃つことができています。でも、グリップの位置や、照準器の位置、スイッチの構造など、まだまだ改善の余地があるので、試し撃ちを繰り返しながら、調整していきましょう。グリップの位置を左寄りにして、スイッチを内側に横にひねるタイプに、照準器を目の高さの位置に持ってくることで、かなり撃ちやすくなってきました。早速撃ってみると、高速連射で、いい感じに撃てています。そこまで狙いもぶれないので、かなり正確に木を破壊できました。これでヘビーマシンガンは完成ですね。カメラに向かって撃ちましょう。すごい連射力です。もう一度木を狙うと、高速な連射と正確な射撃で、確実に木を破壊しています。小さな木を狙っても、正確に当たるので、すべて吹き飛ばすことが、簡単にできました。さらに、大きな草に向かって、一気に連射すると、一瞬で粉々にできます。草を組み合わせた的も、高速連射で、一瞬で木っ端みじんでした。続いて、ドローン工場の壁を狙うと、2枚の壁が一瞬で破壊できました。次は風力発電機です。こちらは一発のダメージが低いので、さすがに簡単には倒すことができません。それでも、うまく当たれば倒すことはできそうなので、なるだけ近すぎながら、撃ちまくっていきましょう。かなり当たっていますが、あと少しのところで倒せませんね。それでも諦めずに、撃ちまくっていると、かなりの弾が命中して、一瞬で破壊できました。ダメージ表示が出まくるのが、マシンガンらしくていいですね。連射している感は、今までで一番ではないでしょうか。いやー、それでは次は、こちらのサボケルの大群を狙って、ヘビーマシンガンで撃ってみましょう。果たしてどれくらい倒すことができるんでしょうか。早速発射すると、サボケラが一気に吹っ飛んでいきます。後ろから見てみると、サコケラの破片が飛び散っているのが気持ちいいです。ちなみに私の視点だと、こんな感じです。右手のグリップを掴んで、内側にひねることで、弾を分割して発射することができます。分割して発射すると、弾があまりばらけないので、かなりの精度で、命中させることができました。そして弾を打ち切ると、ロケット噴射で、少しだけ浮かぶことができます。それでは最後は、イエロースライムに効くように、ガラスの針を、それぞれの弾に追加したら、こちらの巨大スライムを狙って、攻撃してみましょう。
果たして倒すことはできるんでしょうか。離れたところに立って発射してみると、一発目でかなりのダメージを与えて、やったー、巨大スライムを倒しました。リア2の攻撃も無数の弾が当たって耐久力を削り切ってくれました。それではこの勝利を祝してスライムを燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて火をつけます。うん、いい感じに燃えていますね。よし、スライムを食べ頃になったので食べてしまいましょう。もちろん今回頑張ってくれたヘビーマシンガンさんにもおすわけしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったらチャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなどコメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、バイバイ。